こんにちは。はい。さあ、豊さん、恐怖のおさらいです。はい、恐怖でもないよ。大丈夫ですか？俺の責任じゃないよ。でも実力は絶対こうなるんじゃないかっていうような感じだったんだ。そうですね。だからよくやったチーム、うん、なんだだらしなかったなっていうチームがやっぱ存在するよね。そうですね。毎回ね、この月間の予想の最初に言い訳が始まる。まあまあ確かにな。それとな、俺も霊能者じゃないし、何も分かってないわけだから、うん、外れたことがそんなに責められる、うん、そう、罪ではないですからね。罪じゃないだろ。犯罪ではないです。そんなに突っ込まれられても困るんだよ。いや本当ですよね。ふざけんなよ、ね、お前なんか、なんか人格否定みたいなまでされるからね。お前なんだこの野郎、お前目の前で言ってみろこの野郎みたいなやつがいるからさ。そうですよね。ふざけんなよお前。今日ね、ちょっと荒ぶっております。まあそうだね、高橋荒ぶっておりますが、それでも懲りずにやりますね。8月の豊さんの月間予想、はい、そして、ちょっとね、軽くね、7月どういうふうに予想してたかって軽くおさらいだけしておこうかなと思います。そうすんの、うん、一応しておきましょう。現在、7月30日時点での順位はセ・リーグは1位巨人、2位カープ、3位阪神、4位 DeNA、 5位は、ま、これ30日時点なので31日で5位と6位中日ヤクルトが変わってる可能性もあるので、それをご了承ください。で、パ・リーグは1位ソフトバンク、2位ロッテ、3位日本ハム、4位楽天、そして5位オリックス、6位西武というのが7月30日の順位でした、はい、で豊さんはこれを1ヶ月前どのように7月になるのかっていうふうに予想してたのをちょっと読み上げたいんですけれども、まあ、1位は広島になるであろう、はい、2位が DeNA、 3位が阪神、4位ヤクルト、5位巨人、6位中日ということで、あのね、1ヶ月先のことなんてわからんよ。そうです。だって1時間先のことだってわからないのに。いや、そうですよね。そうだろう、うん、自分のことですらわかんないんですもん。そんな、じゃあやめろって言われるけどな。じゃあやめればいいじゃん。いや、やります。やるよな。そこはやります。そうだ、ね、はい。まあ、広島も絶好調だったんだよね、うん、その時は。別に広島は1位と2位がね、豊さんの予想が逆になったからといってそんなに不思議なことはないですよ。まあまあそうだ、ね、別にで DeNA 絶好調だったんだよ。 そこですよ。なんだよ、豊さんは2位に DeNA をしてて、まあ、現状は4位なんですけど、これはね、はっきり言って誰しもがこの予想してませんでしたよ。そうだろ、うん、私も言ってました。それをボロカス言うんだぞお前、みんな。で、分かってた方は DeNA じゃなんで4位だったかっていうの分かってたってことになりますね。それはもう総評見てくれたら分かるよ。なんでかっていうこと。そう、ぜひその動画、今出てると、ね、動画出てると思うので、 それを見ていただければもうズバリとお見通しだってことになりますもんね。あとはね、巨人が5位にしてたっていうところは、これはまあゲーム差です。いや、巨人はそれまでバントばっかしやってたんだよ。そうね、確かに。7月バントがなくなったんだよ。長打増えましたね。もう長打も増えたじゃん、うん、あんなこと想像できる。もう阿部監督ですら多分想像してなかったかもしれないですよね。もう軽自動車がフェラーリになっちゃうのか、急に翌日、急に改造車として。びっくりですよ。びっくりだろ、うん、いや、そのぐらいの違いを感じたって。そうですよね。いやいや、本当に、うん、なんで顔が鬼ガーラみたいになってましたけれども、ヤクルトだ、まあ、ないあとヤクルトが打線良かったんですよ、あの時1ヶ月前は、まあ、そう、まあ、サンタナいないしな。サンタナ抜けること誰も想像してないですもん。うん、もう想像できないばっかりだよ。そう、怪我人もしょうがないですよね、オースティンにしても。本当だよ。さあ、続いてパ・リーグですけれども、豊さん、はい、パ・リーグは結構ね、やっぱり当たってました。ソフトバンクはそうですし、まあちょっとのズレだよね、うん、日本ハムとロッテが逆になってた。まあ大体ね、ソフトバンクと西武は鉄板だから。まあ1と6からまず埋めていきゃいいんですもんね。そうね、そうそうそう。で、あとオリックスと楽天も逆転だっただけで、総じて当たってるっちゃ当たってますよね。そう、まあ、そうそう、はい、こういった豊さんの的中率を踏まえながら、はいはい、8月の終わり、一体順位はどうなってるのか。絶対文句は言わせない。あ、起きに来たな。いや、起きに来るよ、完全に起きに来て。嵐号。いいや、いいバッターだったら打ち返されるよ。そうですよね、絶対。ヒロト並みの起きに行ってますからね。そうそうそう、はい、じゃあまずセ・リーグ、はい、順位予想お願いします。まあ、まず巨人だな。まあ、巨人の首位はこのまま鉄板、うん、それはもうそのままなんかこういう戦い方のままいくって感じですか。いや、だから7月の末にやっぱ阿部監督の采配を見た時に、俺が考えてることが本当にそうであれば、うん、これは素晴らしい監督だと思う、うん、戦略家だな、はい、うん、だと
あとね、なんか西舘投手を先発に戻すっていう記事が出ていて、その8月の9連戦以降からっていうことなんで、それもちょっと確認ができそうな。いや、だからいろいろ考えてるんだ、先のことも。それもすごいですよね。そこがまたハマれば、巨人がっちり1位周期可能性はあるよね。出てきますもんね。さあ2位です。2位は阪神。阪神が浮上してきました。いや、もう乗ってきたよ、うん、これはね、巨人とは競ると思う。あ、これゲーム差、豊さん的にどのぐらいで競ってる感じになりそうですか。いや、もう1ゲーム 0.5、 そのぐらいでもうつばぜり合いだ。ということは阪神がものすごい上がってくる。あんまり大きいこと言わん方がいいな、そんなこと。なんでですか。まあ1位や2位かぐらい。いや、また言われちゃうかな。うん、そんなもんいいですよ。まあ、うん、これはやっぱ阪神が8月上げてくると予想しているのはクリーンアップがね、復調したということ、はい。まあ、そうなってくると、うん、やっぱチームの雰囲気も良くなってくるよね。はい。で、まあ、元々阪神はこうまとまりのあるチームなのと思うんだけど、うん、調子が悪いからみんなね、こう下向いてるし、はい、元気がなかったんだけど、うん、まあ、元気を取り戻すかなと。うんうんうん、あとはその8月、高校野球が甲子園になるので、はい、受け渡してロードに出るっていう、うん、そこも利点。これはね、阪神の選手に聞くと、うん、昔はひどかったらしいよ、やっぱ、うん、もう死のロード、はい、今は快適なロードだから、快適な、もう本当にもう涼しいし、涼しいし、もうホテルは快適だし、うん、はい、ね、飯はすぐ食えるし、うんうん、あれ持ってこい、あれ持ってこいで。うん、ね、そしたらお前、女房に言ったら、あんたちょっと動きなさいよとか言われるかも。本来だとね。本来だと、入って、ね、2つ返事で持ってくる。それ快適ですよね。快適も成績も上がってきますね。それはもう本当に、うん、洗濯の心配もしなくて。あ、やってくれますからね、クリーニングも出せるし、うん、取りに来てくれるし、はい、もう快適もいいところだよ。至れり尽くせり。もうそうだよ。だったら成績も上がっていくだろうと。引退間近の選手に話を聞くと、はい、やっぱね、いいって言うもん。ロードはいい、いや本当に、うんうん、快適だっていう、ね、まあ、ホームも京セラ使いますし、まあ、やっぱホテルもね、良くなってるしな。もういいですよ、今もう何でも揃ってますし、ああ、うん、環境的に。一流のホテルに泊まるしさ。そうですね。ということで2位は阪神の予想、はい、3位はどこですか。広島。あ、カープ。はい、やっぱね、広島こうまとまりあるな、チームに、うん、それと新井監督が手を打つという、はい、いろんな手を打つ、うん、で選手たちも新井監督だと許してくれるというね、うん、ことで思い切って野球をやってる感じがするな、はい、若手とか、うん、だから、まあ、そういうものが融合して、うん、社員は守る。シャイナーも上がってくるといいですね、状態さらに。あ、シャイナー、うん、ホームラン打ってくれるといいな。そうですよ、ね。まあ、8月5本、6本打ってくれるといいな、うん、助かりますね。助かるよ、本当に。ただ夏の松田はどうなんですかね。暑いですか。暑い、くっそ暑い。いや、もう薙になったら大変だから、広島もうモアですね。モアどころじゃないよ、そこをね、戦い抜いていかなきゃいけないから。まあ、広島の選手は慣れてると思う。タフかもしれないですね、うん、さあ4位はまだ名前出てきてないんですけど、まあ、DeNA だな。ここ変わらずなんですね。下手するともうちょっと落ちるかもわからないと踏んでるけど、はい、下の2チームが状態があんまり上がってきそうもないんで、うん、はい、まあ、DeNA が守るかなという感じはするんだけど、ただそうなると3位と4位の差がちょっと空いてるのかなとか。あ、可能性はあるな。ありますよね。やっぱもう DeNA は負けれない、ギリギリの線に来てるから今。はい、うん、いや、だから、まあ、ここ頑張らなきゃいけないし、頑張るとは思うけど、うん、だけどやっぱり守りとか走塁だとか、はい、まあ、そういうことを考えるとね、あとは、うん、あの中継ぎの質量ともちょっとどうなのかなって思わせる部分があって、はい、まあ、そんなに上にはいけないよなっていうのがあります。あとはオースティンがいつ戻ってくるかにもよるんだ。まあそうだな、8月。脳震とか言ってた今。もうなんか吐き捨てるよ。いやいやいや、脳震とって言ってたよって。もう頑張れと。戻ってきてほしいですよね。さあ5位6位です。まあ、5位が中日かな。うん、まあ、これは、まあ、破壊力はヤクルト、でも投手陣の良さは中日、うん、でバンテリンというね、まあ、室内でできるということも含めたら、うん、投手陣がいい、はい、いいかなという方が上に行くかなっていう感じです、うん、
例えばヤクルト8月のもう初旬ぐらいに例えばサンタナ戻ってきてまた打ち出してくれるとまたそれはどうですか、分からなくなってくるとかっていうのは、まあそれはあるけどもね、うん、まああるけどやっぱ高橋宏斗が大きいな、もうそこで勝ち、あそこで止まるもん連敗が、そうですよね、まあ、ヤクルトが負け出すとさ、はい、誰が止めるのって、まあ高橋奎二が良くなってきてるけどさ、うん、やっぱこうエースと言われる人間がいないよね、不在だよね、だそこら辺は苦しいかなというふうには思う、うん、ということでセリーグはこういった順位予想になりました、はい、じゃあ続いてパリーグです。もうこれはもうソフトバンク、うん、もうここはねあの何も言うことないですね、マジックが出ちゃってる、そうなんですよ、マジックが出てしまっているので、はい、もう何も言うことはないと、もしかするとね、はい、8月の終わりにもうね優勝という地が踊ってるかもしれないですけれどもね、はい、で2位はロッテ、ロッテ、これは優勝という文字が踊ってるのか踊ってないかわからないしても、ソフトバンクとロッテのゲーム差っていうのはどうなんですか、縮まって、まあ、気にしなくていい、もう全然気にせずに慌てることのないいや気にしたってもうしょうがないよ、うん、縮まったりとかしないってことですか、ね、そうだね、途方もない数字だから、まあ、現段階では繰り返そうと思ったら、うん、そうか、いやだからもうね馬慣れで言っといて、うん、あれ気がついたら背中見えるって言った時からだよ、うん、ただポイントは佐々木朗希だけどね、まあね今、まあね、8月1日、ね、頭に投げるって言うけども、はい、投げてずっと8月は持ってくれるのか、うん、投げてくれるのか、うん、まあ、そうなってくるとやっぱり2位は硬いかなっていう感じがする、うん、あとね外とかがね、はい、夏場に強いんだよ、あそうなんですね、じゃあちょっとだあのもうね DeNA の時からもそう、夏強いんですよ、春打ったっていうのは奇跡に近いんだよ、そうなんですか、いやいや本当に夏の方が寒い時はやる気がないから、ああじゃあ期待ですねそうだこの夏暑いですし、夏がもう大好きなの、あじゃあその意味でもやっぱ打ってくれるという意味でも2位ですね、そうだね、で3位にしたのが、まあ、日本、ここはあの現段階7月30日時点では2ゲーム差なんですよ、ただここは1回ひっくり返ったりとかってありそうですか、いや俺はなさそうな気がする、そのままいきますか、ちょっとね波があるのと日本ハムに波が出てきたのと、はい、調子のいい悪いが、うん、バラバラにあるな、うんうん、安定してない、安定してない、タミヤもちょっと苦しくなってきてるし、はい、で万波がちょっとおかしくなってきてるし、うんうんうん、だから8月頭からスタートダッシュはつかないと思うんだよね、でチーム全体が7月の末から6位、はい、5位と当たってて、うん、ちょっと勝ち星がうまい具合に拾えてないんだよね、はい、まあ、これはチームの勢いがあまりないということで、うん、だからこの勢いがないことが勢いに変わってくるといいけどね、うん、うん、だけどちょっとまだもたつくかなという感じがするな、なので2位ではなく3位にした、そうだな、ただ4位ではなくてやっぱ3位だったっていうところなのは、4位をどこに予想してますか、楽天、楽天、あの現在4位の楽天と3位の日本ハムは2ゲーム差なんですけれども、ここも楽天は A クラスにはいけない、8月やっぱねそんなに長い連勝はできないと思う、フォアボールだよ、別動画でフォアボールのこと話をしてるけど、はい、フォアボールがやっぱこう勢いを止めるそうな気がするな、これは7月も引き続き8月もだってそこはねすぐは解消できないと思うんだよ、そうか、だって怖いもんね、うん、ストライク取りに行くと、うん、っていうピッチャーがフォアボールを出してると思うんだよ、はい、うん、だからそうだな、フォアボールが解消できると勢いは増してくるんだろうけども、俺は解消できないと思う、なかなか技術的なところもあるから、そうなんですね、うん、ただ5位に予想しているチームよりかは上にはいるであろうということ、打つからね、あその分打つからっていうことなんですね、ダウンほどではいいと、で5位に予想したのがオリックスな、現在その4ゲーム差楽天とはなんですけれども、ここもいやこの勢いで4ゲーム差をひっくり返すと言ったら、うん、相当頑張らないと無理だと思う、それは特に打ですか、例えば、うん、優勝してる昨年とか、うん、ね、そういう状態で4ゲームって言ったら、うん、あっという間に追いつくと思う、うん、でも今年のオリックスを見てるとその4ゲームっていうのはとてつもなく大きなゲーム差に多分感じてるはずなんだよね、はい、だからそう簡単には俺はいかないと思う、そうか、このまま7月の終わりの順位のまま推移していきそうかなっていう、だからまあ縮めてればいいけどね、あちょっとだからまあ例えばロッテ、日本ハム、楽天、オリックスって続くけど、はい、
この4チームがぐっと縮まっとけば面白いけどな。そうですね、8月の終わりで。そうそうそう。ただそれがね、離れていってしまうと、もう勝負ありみたいな感じになるかもしれませんよね。まあ、そして再開が、まあ、西武。そうですね、ここは、まあ、特に、まあ、言うまでもない。そうですよね。あと、あの2位のロッテなんですけれども、あのサイ・ヤング賞のピッチャーをどうやら獲得したっていうのも出てたので、どうですか、その投手のハマり具合によってもこうなんかいい感じにいけるのかなとか、そういうのは。まあ、2位だよね。あ、ハマって2位っていうこともあると、うん、そらね、サイ・ヤング賞の投手が毎日投げて、うん、バンバン元気だったらいいよ。はい、そらね、5日に1回、6日に1回ぐらい投げるわけでしょ、うん、あと何回投げれる、うん、そうですね、うん、数えてもね、まあ、例えば8試合投げたとしても、うん、全部勝って8勝だよ、まあ、最多でもそうですよね、最高でも、まあ、これから20登板、30登板して30勝するっていうんだったら、うん、話は別だけど、うんうん、そんなやつはいないでしょ。そうか、まあ、でもね、ロッテは多分その終盤というかクライマックスシリーズでのことも考えてっていうこともあるんでしょう、まあ、そうだね。まあね、ちょっと西武だけがね、ちょっとあの寂しい予想になってしまいましたけれども、夏休み真っ只中ですし、お子さんとか球場とかにお父さんお母さんと行ったり友達と行ったりもすると思うんですよ。なんか豊さん、激励の言葉を。俺が激励の言葉、うん、夏休みの絵日記とかでも、今日行った西武のチームの皆さんかっこよかったですとか、僕も野球選手目指しますみたいな、そういう戦いが一つでも多く見れたら、それはいいのかなって。それが見れたら最下位にいないよね。まあ、そうなんですよね。そうなんですよ。あのね、うん、とにかくはつらつとやってほしいよ、うん、元気を出して、はい、それでいいと思う、うんうん、いいプレーしようなんか思わなくていいよ、うんうん、かっこつけなくていいから、うん、もうとにかくひたむきに一生懸命やる姿、うん、これがやっぱり一番尊いと思う。そうですよね、うん、かっこよくて、うん、ね、何でもできたら最下位にいないよ。まあ、そうですね。そうだよ。確かに。いや、だからそうなれるように、ね、うん、今一生懸命頑張ってるわけだから、はい、その一生懸命やってるはつらつとしたね、うん、元気のいいプレーを見せてほしいな。そうですね、うん、そこはやっぱり夏休みですし、お子さんに夢を与えてほしい。はっきり言ってまだ下手なんで、うん、野球がね、うん、西武の選手、はい、全員が全員とは言わないけど、うん、ね、下手な人が出てる、その人たちが一生懸命やってる姿っていうのは、うん、やっぱそれに勇気づけられる人っていうのがたくさんいる、うん、その上手い人っていうのは憧れになるけど、はい、西武の選手っていうのは参考になるんだよ、そういう一生懸命やってる姿が、はい、だからやっぱ参考になってもらえるように、うん、ひたむきに一生懸命やってほしいなと思います。そうですね、はい、さあ、またね、1ヶ月後このおさらいになりますけれども、やっぱり8月っていうのは勝負の月でもありますし。そうだよ、そうなんですよ、もうそんなお前まだお前、ね、そうですよ、いや、これはね、豊さんにとってもね、勝負の月、お気に入ってるから、お気に入った、完全にお気に入った。もう大体あんまり外れないと思う。外れない、これ外れたら相当大変なことになった。バンクルフェスが起きてるってことですよ。またもう炎上しちゃうから炎上するのか。確かにバンクルアーセの8月になったよねってみんなが言ってるか、どっちかですから、楽しみに1ヶ月後。でもね、そういう動きもないし、チーム全体的に、うん、なんかね、何も起きそうもないんだよね、その総崩れバンクルアーセというのが。そうか、野球ファンとしてはまだまだなんか見られてほしいですけど、ね、まあ、例えばさ、うん、ね、広島が高橋光成くれみたいな、うん、あ、もうくれないですけれどもね、期限が終わっちゃったんでね、いや、とかそういう動きがあったら、うん、お、広島はこれ1位に来るんじゃないかと、うん、可能性はある、はい、まあ連勝8敗だからな今年はそうですね、うん、だけど、うん、環境が変わると、はい、みたいな、そうです、そんなことになるじゃない、うん、でもそういう動きも全くなかったからね。そうなんですよね、だから何も起きそうもない、うん、起きそうもない、8月からこのまま行きそうな、もしかするとミスターパーフェクトになるかもしれない8月。俺か。そうですよ。あ、なんかそれ聞いたらドキドキしてきた。いや、1ヶ月後楽しみ。ね、すぐね、コメントに出てくる。なんて、絶対無理だ、お前まあ、そこまで読んでるんですよ。もう読んでる私もちょっとコメント楽しみに。いや、こんな やらないでくれみたいな、どうせ外れるのに。そうだ、うちのね、推しのチームがね、裏目に出るって言われるんですよね。そうね、いや、俺の予想だけでそんなことは起きないから心配すんな。そうですね。ああ、はい。